関さん、はい、リモートワークが廃止になって出社っていう企業も続々と出てきてるじゃないですか、うん、はい、トゥモローケイトってリモートワークいつから始めたんですか？リモートワークしてほしいっていう社員がいた。コロナ前からはやってたかな、うん、リモートって昔からあるものなんですか？あったと思うよ。遠隔勤務みたいな感じで、はい、今みたいにその Zoom とか Google Meet みたいなの使ってやるっていう形じゃなかったかもしれないけど、はい、例えばメールで日報報告とかだけしてやり取りして、はい、家の中で仕事を終わらせるみたいなのが昔は結構多かったと思うけど、はい、うん、リモートワークっていろんな多分事情があると思うんですよ、はい、リモートして一般的なイメージとしては、うん、はい、リモートワークなんか自由で楽だっていう声とか、企業側はどうやって監視管理していくかとかっていう、はい、うん、なんかいろんな思惑議論がよく聞いてたんですけど、三崎さんの考えとしては、はい、あ、リモート？リモートワーク。俺のリモートワークの考え方は、必要な人にはリモートを用意するっていうのが俺の考え方なので、全社員好きなようにリモートでもオフィス勤務でもどれでもいいよっていう考え方では俺はないんちゃうね。基本俺はオフィスで働くっていうのにすごい生産性を感じる人間なんで、特にこれ仕事柄あると思うけど、やっぱプロジェクトで企業のブランド戦略のために密に顧客とコミュニケーションを取ったり、取った内容を社内のメンバーと密に連携を取っていく。どうしてもオフラインの方が伝わりやすい、まあ、情報量が多いですね。やっぱオンラインになるともう画面の中でやり取りが少しタイムラグできたりとか、微妙なニュアンス感覚とかが伝わりにくかったり、もちろんオンラインやけん顔見えるんやけど、当然直接会ってる方がいろんなところから得られる情報が多いから、うちはそういう形にしてる。とはいえ全然リモートワークをダメって言ってるわけではなくて、俺は必要な人にはリモートワークを用意したいっていう考え方なんで、家庭の問題、子供の育児、親の介護があるメンバー、家庭環境的にどうしてもオフィスの出社が難しいメンバーとかいた場合は、これはもう喜んでリモートワークの環境を用意するっていう。なんでオフィス勤務できるメンバーに関してはオフィス勤務してってお願いしてるね、うんうん、リモートワーク開始するとなった時に、はい、どうやって管理していこうって課題ってありました？ちょっとやってみないのわからんかったけどね。採用めっちゃ気使ってるからさ、うちの会社って。じゃあリモートワークにしたって言って寝てる社員いないよ、うん、最初だったらまず日報で業務管理をするっていうやり方を取る。出勤しました。今日の業務こういった内容ですっていうのを、まあ、報告があり、でそれが終わった段階でここまで進捗しましたっていうところまでを出してもらうっていうところで、正直これで事足りとったんやけどね、うん、緊急事態宣言が出た時って、うん、全員がリモートになってたりとか、はい、その時って本当に仕事してるかなとか、うん、はい、管理とか監視必要だなと思ったことは一回もなかったですか？はい、そこをやってんのかなって思ったところで、わからないよ、結局。はい、うん、信じるしかないっていう。一時期ね、バーチャルオフィス導入してたよ。はい、うん、あれはなんかね、関数というより面白そうやから入れたっていう感じも。あれ面白かったですね、うん。全員リモートワークになっちゃうと、はい、コミュニケーションが薄くなるからさ、はい、気持ち的に落ちちゃったりとか、はい、あったりすると思うんだけど、はい、バーチャルオフィスレモっていうサービスを一時期、はい、もう本当にコロナになった時やったね、はい、ウェブ上に。はい、オフィスを作ってね。はいはい、で、アイコンみたいなのがあって、うん、席がそれぞれそうそうそう、でその席に行ったらすぐ話せるみたいな、うん、面白かったけどね。経営者としては寝てるんじゃないかとか、うん、サボってるんじゃないかとか、はい、心配になるものではあると思うんですね、はいはい、仕事の成果物見ればちゃんとやってるのかやってないかって分かるので、うんうん、まあデザイナーだったらね、デザインの質なのか対応した数なのかっていうところで見えてくるし、営業であればどれだけ商談件数取れてるのか、お客さんからのクレームなく継続的にフォローアップできてるのかとかっていう数字で見ていける形も。三崎さんの中でこれは社員だけに限らず、はい、なんか利点に感じたポイントってありますか？いろんな社員を受け入れるようになるなっていう、うん、例えば採用募集かけますっていう時もオフィス出社しかできませんってなったら取れないけれども、じゃあオンライン勤務で OK ですってなったらそこを受け入れられるっていう部分で採用の窓広がるなっていうメリットだったり、うん、顧客対応の生産性がものすごく上がるなっていう、ね、これまで営業商談に1日3件しか行けなかった。営業って言ったら行かなきゃいけなかったんで、移動の時間とかで商談の時間合わせたら1件行くのに大体2時間とか3時間ぐらい拘束されてたんだよね。で今オンラインが導入できるようになって、もう本当に立て続けに3時間あったら3本商談接点できる、時間効率上がるし交通費経費も浮くわけ、そういった意味でメリットがものすごくあったりとかいうのは感じてるかな。なるほど。リモートになることで、うん、社員のモチベーション管理とか、うん、お客さんとのなんかコミュニケーションでのデメリットとか、うん、何か切りかけてることってありますか？オンラインでのデメリットね、コミュニケーションの部分が一番大きいかもしれないね。やっぱりどうしてもオンライン限定での勤務ってなると、社員同士のコミュニケーションがやっぱリアルで合ってるメンバーと比べると
薄くなりがち、うん、企業がオンラインを運営していくにあたって一番こう気をつかなきゃいけない部分かなっていう、うん、そのためにうちではランチをなんかみんなで Zoom でつないでやったりとか、東京と大阪のコミュニケーションもね、そういった意味では直接会えないんで、各拠点の全体をオンラインでつないでいて、誰か話しかけようと思ったらすぐ話しかけられる状態を取っていたりとかやってると、うん、最後に、うん、まあ、リモートワーク廃止すべきか、はい、継続してどんどん広がっていくべきかとか、はい、うんうん、まあ、リモートワークがいいか悪いかって話なんですけども、会社にあったリモートワークの取り入れ方をやってたらいいんじゃないかなっていうのが俺の考え方。大事なことは、いや世間がみんなリモートワークやってるからリモートワークやりましょうっていう経営判断はこれはやめた方がいいし、とりあえず闇雲に全員オフィス出社だっていうのもこれもやめた方がいい。その会社がどういう会社でありたいか、どういう社員を採用したくて、どういう社員にどんな働き方をしてほしくてっていう延長線上のオンラインの導入の仕方をやっていったらいいんじゃないかなっていう、まあ、それがね、うちの場合やったら会社の方針に合わせた本人の申請制によるリモートワークっていうのを導入してる。なんでうち今のね、現職社員でも全然これからいろいろ環境変わっていくと思うんで、リモートワークでこういう環境を作りたいっていうんだったら全然言ってもらったらいいかなっていう感じです。子育てでリモートワークしてたことがあったと思うんですけど、リモートワークって実際やってみてどうでしたか？めっちゃいい部分もありますし、うん、工夫すべきところも結構あって、うん、私は子育てっていう期間だったので、うん、ありがたいというか、うん、いい時間ではあったかなと思います、うん、注意すべきことって何があったんですか？私の場合は、うん、机の上に何もないとかじゃないと、うん、もう気が散ってしか知らないので、うん、そういうのをもう先終わらせておく、自分が気になるものを置かないっていうふうにしてました、うん。実際今出社もしてると思うんですけど、はい、どっちもやってみて感じることってあります？それはオフィスの方が大人と喋れるんでやっぱ楽しいですし、集中できる空間があるので、うん、仕事の詰め具合がやっぱ違うなって感じますし、ただリモートだともう昼の休憩使って晩ご飯まで作って目いっぱい仕事できたりとか、うん、朝の時間も仕事に使えたりとか、うん、そういう意味ではなんかいい面もあったりとか、うん、大人と喋れるっていうのはやっぱりコミュニケーション的な距離感とかを感じるもんなんですか？めっちゃ感じます、うん、フラッとこう相談したりとかやっぱできるじゃないですか、うん、関わりある人のところに座りに行ったりとか、うん、仕事が円滑に私はすごい進みます、うん、なるほど。うちリモートワークの社員もいるじゃないですか、はい、今リモートワークの働き方が一つ主流にはなってると思うんですけど、うん、はい、リモートワークについてどう思いますか？なんか普及したらいいなと思うけどね、うん、それぞれの働き方があるので悪いこととも思わへんし、うん、ただ企業それぞれのスタンスがあるとは思うんで、一概にないとダメ、あって当然とか、まあ、そんなところまではいかなくてもいいのかなっていうのは個人的には思うことかな。うん、今うちのメンバーでもリモートワークのメンバーいるじゃないですか、うん、はい、リモートワークメンバーと働く上で、うん、なんか気をつけてることとかって何かあります？やっぱり細かい感情とかニュアンスって伝わりづらいんで、よりそこら辺を伝えられるように対面で話すよりもちょっと分厚めに話すっていうのはやっぱり気を使っていかないと結果的にプロジェクト伸びちゃうので、それは資料を用意することかもしれへんし、細かく伝えることを事前に用意しておくことかもしれへんし、そこぐらいはちょっと気をつけてるかなっていう感じです、うん、その他何かやってることとかってあります？あえてオンラインで面談をするとか。リモートメンバーやからって面談することはないけど、うん、リアルのこういうオフィスで行くと、まあ、トゥモローゲートの文化というか差し飲みとかよくあるやんか、うん、リモートメンバーとはやっぱり遠いからこそコミュニケーション飲むとかっていうのも、はい、あえて取ってみるというのはやったりします、うんうん、一時期コロナになった時って、うん、業務の監視をしないと生産性が保てないとか、うんうん、結局リモートワークから出社に完全切り替える企業もあったりとか、うんうん、なんかリモートワークのそういう業務管理というかモチベーション管理ってどのようにされたりとかってしますか？あんまり他のメンバーとの違いあえて出さんことも重要かなと思っていて、そうやって監視されていくと逆にね、そういうのってモチベーション下がったりするんか、だからしっかり伝えることは伝えるけど、そこに対して管理みたいな感じでキチ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 言っていくということは僕は逆にしない方が、うん、結果で見るっていう形なので、はい、うん、
オフィスでもやっぱり一緒なので、結果いいもの作れたら僕はいいなと思っていると、時間いくらかけてもいいもの出てこないっていうのはやっぱりそれはシビアやけどもあんまり意味がないものかなと思っていて、そんな感覚は持っています。ちなみに、はい、YouTube とかで、はい、よくリモートワークで、うん、サボり方とか、はい、この間私福岡出張行った時に、はい、公演前ちょっとだけカフェで休憩してたんですね、はい、その時に明らかサボってるなっていうサラリーマンの方を見かけて、はい、そういう方たちどう思いますか？大丈夫って思います。まあでも関係ないけどね、好きにやってくれって感じないから、ただうちの社員では取らないんだよね、絶対そういう人、はい、まあ